なので、これより第2部スペシャルトークに移らせていただきます。ご紹介させていただきます。すべての国が戦争を放棄する日の脚本を書かれました石原善さんです。作品の演出をされました坂手洋二さんです。宮古島のユカポを演じました大月ひろみさんです。ありがとうございました。与那国島のバックパックを背負った青年出てまいりましたね。哲ご本人であります南西諸島ピースネット共同代表の猪俣哲さんです。よろしくお願いします。そして出てきた舞台に出てきたそのまんまですね、はい、キンダルファの共同代表でございます曽南由香子です。このスペシャルトーク石原蓮さんをコーディネーターとしてお迎えして進めてまいりたいと思いますので、蓮さん、坂手さん、大月さん、猪俣さん、曽南さん、よろしくお願いいたします。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまず今回映像を見た、感想を由香子さんからまず伺いたいなと。で足りなかったところとか宮古のその補足するようなこともあれば合わせていただいてもいいかと思いますけど。ちょっと補足っていうかそれはすぐにはちょっと思いつかないんですけど、本当に見ていて。すごいスピードで、だけどこう自分自身の中でそのバラバラであった情報がしっかりとなんか一つながりにつなげてもらった感じ、頭の中でごちゃごちゃと、あこれ危ないな、あこれ嫌だな、あこんなことが起こってる、でもこう嫌だなっていう言葉を発する間もなく次のことが起こるみたいな、今本当に目まぐるしく世界の状況も日本の状況も沖縄も宮古も変わっている、本当に目まぐるしさがそのまま伝わってきて、でも本当にバラバラだったものがストンと落ちたのと、プラスして、うん、最後の後半の方本当に胸が詰まって涙が出てきたんですけど、その込み上げてくるものが何だろうなって自分の中で、そう本当にある意味ものすごく悪い状況だなって本当につくづく思ってるんですけど、その中にあって私自身が本当に希望だと、希望はあると確信していることを改めて今日この映像を見て改めて確信したって感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ哲さん、はい、いかがですか？そうですね、なんか自分自身が、ね、ここに立ってやってるんだなっていうのと、まあ、他人からどう見られてるのか、まあ、また別の自分がここで演じてて、まあ、これをまた誰かがどっかで台本を読んで僕にこう感情移入した、あこの人どう考えてるんだろうとか、まあ、そういうのが、まあ、演じられていくんだろうなと思うと、まあ、これからちょっと自分もバージョンアップしないといけないかなと思ってます。うん、あとそれとやっぱりなんかこう人生と物語ってすごく似てて、自分自身の人生を生きることは自分自身をの物語を生きることでもあるし、この死ぬまでの物語を、またその物語を生きるのはね、また自分をその物語の主人公になぞらえて生きるっていうのもそうだし、まあ、それをなんかこう演劇っていう別の形でね見せられたのがすごく新鮮でしたね。まあこういう体験はちょっと初めてだったんで、まあわからない部分もあるんですけど、うん、まあそうですね、本当にまあ曽南さんが言われたようにね、目まぐるしく一気にこうつながってこう可視化できたというか、もう世間の人にも分かりやすくね、まあこういう表現方法、まあ、基地に反対するって、その反対っていう言葉はあんまり好きじゃないんだけども、こういう形でアートにして見せるっていう表現行為がね、やっぱ人のそのこれまで動かなかった心を動かすのかなっていうのは一つ、うん、感じたところですね。それはまた希望でもあるんですけど、まあ、補足することはね、やっぱりものすごいこの島々の細かい状況っていうのがあって、まあ、やっぱり一番はそのね、こういう演劇をきっかけに、まあ、東京の人でもね、宮古の人でも石垣の人でも与那国に来てほしいなと思うんですよ、まあ、それいろんなものを見てほしいから、こんなに大切なものがあって失いたくないものがあって
まあ、それがねこう今一気にこう押しつぶされようとしている、まあ、重圧を感じてて、まあ、それを自分で、まあ、何とかしたいなと思っているところですけど、うん、まあ、感想としてはこんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。確かにでも私たちも今回これがきっかけで宮古でこの後石垣与那国っていうふうに回れる機会を作っていただけたのですごい良かったなと思ってます。はい、で、じゃあ次にこちら側で坂田さん、あ、坂田さん、なんか非戦を選ぶ道の会の どういう会かみたいなことも含めてちょっと紹介していただいていいですか。はい、坂田洋二と申します。もう12、3年前ですね、もうまあイラク戦争が始まることになって、自衛隊がイラクに、まあ、派兵されるという状況が生まれた時に、まあ、私たち演劇人が声を上げないことはおかしいのではないかというふうに、まあ、私や斉藤蓮さん、亡くなった方ですけど、井上久志さん、そういう人たちと話をし、まあ、それに渡辺恵里さんとか永井愛さん、そういう方々も一緒になって、まあ、とにかくそのイラク戦争に日本が派兵をするというこの現実に対して戦争に参加することについてちゃんと理解を呈するようなことをやりたいと。まあ、その時にはもうとにかくピースリーディングという形で事実をいろいろ並べて俳優たちがそれを読んで、俳優以外にも劇作家も演出家も自分で読み上げて、これらの事実を本当に聞いて何とも思わないのかというようなことをまあやるような形で、上演中を芝居を上演中の劇場紀伊国屋ホールとかで終演後に少し時間を変えてやるという形で劇場の応援ももらって。まあね、先ほどお二人が言っていたみたいに、まあ、カンパを集めてそういう支援をやっている人たちにお金を送る、現地の人たちにお金を送るということもやりました。まあ、そういう形で、まあ、僕としてはとにかくまあ、いろんな人がそういう演劇関係者が声を上げるということが新聞に載ったり、いろんな形で一般の人がやっぱり反対の声を上げたり、おかしいと思うことはおかしくないんだと思える空気を少しでも作りたいというふうに思って始めたんですけれども、まあ、その後本当にこの劇の中でも言っているように日本という国がどん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 おかしなことをやっていくので、またこのそのためにまあピースリーディングの2回目3回目というふうにつながっていって、まあ、全労災というその保険の会社がホールを持っているんですけど、たまたま11、2年前に僕がたまたま俳優で出てた芝居をやっている時にその劇場の人が毎年夏にやりませんかというふうに言ってくださって、まあ、それで毎年夏ように夏にやるようになっちゃったんですね。ただ東方の昔の戦争映画じゃないんだけど、毎年夏にそういうものをやってるのもどうかなと思ったりもしたんですけど、まあ、でもその年に1回なんとなくやることと、まあ、その時々スペシャルなことを別なシーズンにもやるという形で、まあ、継続するということにしていこうと思ったのは、やはりその世代的な分裂をすごく感じて、まあ、ご存命であればもう80歳ぐらいになっている井上久志さんとか、そういう方々とあと本当に学生で亡くなったぐらいの若い演劇人と一緒になる機会として、まあ、そういう場を持っていること自体が重要であろうと思い、まあ、そういう形で、まあ、テレビに出ているような人も含めていろんな人が参加する場を、まあ、作っていこうと思って、まあ、継続的にそうであるべきだと思ったんですね。ただまあご想像の通りだと思いますけども、 CM に出てるから参加できませんとか、プロダクションに反対されてますとか、出演されたんだけどやっぱ私の写真は使わないでくださいとか、そういう人がいっぱいいますね。そういう人たち一人一人に何の悪気もないんでしょうけれども、まあ、日本の現実ですね。ただ若い人たちがここに参加することで主体的に何かやれるということを、まあ、思ってくださっているということもあり、まあ、そんな形でまあ継続してきたということがありますし、まあ、これをやる中で、まあ、第2部で東京ではアフタートークをやって、まあ、いろんな方々に出ていただいて、まあ、今日その劇中でも登場した高藤直子さんって昔イラクで人質になった方ですけど、まあ、彼女なんかももうレギュラーメンバーみたいになっていて、まあ、彼女が人質になって非常に激しく日本国内でバッシングを受けたりしたんですけど、まあ、そのバッシングっていう題名の映画にもなって高藤さん自身はもう怖くて見てないっていうんだけど、その映画に主演したのが今日の主演でやってる女の子をやってる浦部房子で、で、まあ、だからカンヌ映画祭にそれ出て彼女がそういうふうに主演したんだけど、まさかその二人がこの非戦という場で一緒に出会うみたいなことになるとはその頃は思わなくて、
だからいろんなことがほどけてちゃんと出会える場にどんどんなっていって、まあ、高林さんと高藤さん、まあ、今日正岡徹さんが演じた方ですけど、その人も当然2人とも知ってるかと思ったら、その第2部で僕らが、まあ、その2人にトークをしてもらおうと思ったら、実は今日初めて会うんだとか、そんなようないろんな出会いの場になって、まあ、人が集まること自体の意味とか、その戦争について疑いの言葉を言う場所が日本という国ではどんどんなくなってきて、平和って看板がついてると公民館貸してくれないっていうような時代になってますので、少なくともまあやっているってこと自体を継続することを、まあ、続けざるを得なくなってしまったというのが、まあ、正直なところです、まあ、そんな形で進めています。で、そうですね、それでその高江のその活動を僕が初めて高江にいたのは7年前です。で、沖縄の芝居は随分いっぱい書いたり、いろんな人に関わったりはしてたんですけど、高江はやっぱちょっと遠いんですね。で、辺野古までは行っても高江にはなかなか行ったことがなくて、で、フラッと高江に行ったんです。で、高江に行くとそこで、まあ、いろんなことがいきなりあって、江ノ湾地区の砂利を入れてるのが、まあ、7年前に一遍大きく盛り上がった頃 でそれからとにかく演劇人をいっぱい、あとミュージシャンもですね、高江に送り込もうと思っていろいろ声をかけると延べ150人ぐらいの人は言ってくれたと思うんですね。そんな中で自然発生的に高江のことを、まあ、弟子にしようという形で、まあ、4年もう5年前ですね、ワッター村から戦争が始まるという高江についてのリーディングが生まれて、まあ、その台本自体が沖縄本島でも各所で上映されるというようなことになっていき、そういうふうにその、まあ、リーディングという形でいろんな劇という形を使っていろんな可能性があることが、まあ、分かり、まあ、そういうことから、まあ、この十何年の流れの中で少しちょっと意味が変わってきてるかなというふうにも思いますし、もう少しそのいろんなことができるような気がしています。はい、ありがとうございます。今坂田さんがおっしゃった4年前の、ワッター村から戦争が始まるっていうのも非戦を選ぶ演劇人の会の、ピースリーディングの作品で、私も、その時の作家は別の人だったんですけど、私も一緒に取材に行って、その時は東京だけじゃなくて大阪の公演もやったりして、やって、でそのなんていうか、その延長線上に今回の作品も ある部分があって、今日の作品の主演だった女性もその時の作品にも出てたし、でその4年前の作品の後、私たちも出てた役者さんたちも高江に行ったりして、なんていうか、作品が終わったから終わりっていうことじゃなくて、ずっとこうつながりを持ってきていて、でそこに来て、やっぱり今回その南西諸島のことっていうことがやっぱりあって、でそれを取り上げようという話の流れになったと思ってます。で、今日ゆか子役をやってた、今日じゃないね、大月さんは、大月さんも高い人もいろいろ行ったりしてます。そういう部分も含めて何か、そうですね、私が高江に行ったのはそれこそ、その今お話に出てきた2012年でしたよね。ワッター村から戦争が始まるのリーディングにお手伝いをしたことがきっかけの一つとして高江に行った一人です。で、なんでそんなに高江に引き付けられたのかなってよく思うんですが、やっぱり2011年に東日本大震災があって、東京でもかなりのその被害もあって、その東北や福島 その原発事故や、そういうなんか日頃普通だって思ってたことが全然普通じゃなかったんだっていうふうに思いがもう本当に180度変わった時期を経ての高江駅だったので、その自然のパワーと、あとはおかしいことはおかしいって言っていいんだっていう、その現地の人たちのなんていうんだろう、まっすぐさというか強さにとても心を動かされて、でその夏以降非戦を選ぶ演劇人の会の実行委員に入ってこういうふうな活動をしています。で まだ大丈夫かな。そのさっき林格さんとも話してたんですけど、今ロビーの方で台本300円で置いていると思うんですが、この台本ってインターネットで本番が終わった後にすぐに公開をしているんです。著作権フリーで。それはなぜかというと、皆さんに
声に出して読んでいただきたいというのが一つありまして、今年参院選を前に一つ非選の会でイベントを立てて、全国同時多発ピースリーディングというものをやりました。それは全国どこでも勉強会でもいいし講演でもいいし、とにかくピースリーディングを皆さんの声に出してやってみませんかという企画をやったところ、50団体以上が参加をしてくださって、で60ステージ以上のステージが全国で行われまして、その時に私も自分の住んでいる、私は今岐阜県在住なんですが、岐阜の人たちと、役者じゃない普通の一般の人たちと憲法の話を題材にした本を読みました、ピースリーディングを。でその時になんかすっきりするって、なんかこうもやもやしてた気持ちが今この台本を自分で読んでみて、あ、なんかこの言葉私もそう思うって思ったセリフを言った時にすっきりしたっていうんですね。だからピースリーディングって見てもらうだけじゃなくて、参加していただくとこんなにまた新しい発見があるんだっていうのが今年の大きな一つの収穫だったので、非戦の活動って自分たちがやるだけじゃなくて、こう皆さんに平和を行動しませんかってこう押し出す、そういう役割もあるんじゃないかって思った1年でした。なんか今年が終わりそうな確かになんか私もよくなんで演劇なんだろうって思うんですけど、その映画じゃなく、演劇、たまたまっていう部分もあるんですけど、なんていうか映像に撮っておけば、今回は映像ですけど、なんかこう持って歩きやすいし、だけど演劇っていちいちこう稽古して見せてて結構大変だし、みんなで大勢で行かなきゃいけないし、なんていうかその情報とかも紙で書いて配った方が正確に伝わったりとかあるのに、なんで演劇なんだろうって。でも演劇ってなんか参加するみたいなことがなんか参加するっていうことにこうが結構大事っていうか、なんかこうどんどんみんなも別にプロだ素人だ関係なく自分たちでリーディングをやってみるってこともあるし、なんていうかお客さんとして見ていても、実際に今起きていることとして演劇を見るから、ここに今参加している。だから結構今回のこのリーディングでも見に来てくれたお客さんたちにそこに高江が現れたっていう、こう高江の座り込みを体験した感じ、もちろん疑似体験なんですけど、そういう感覚があったという、なんかそういう参加するみたいなのがあるのかなって思ったりしますよね。なんか今回で南西諸島のことは私たち割とほとんど初めていろいろ知ったりしたんですけど、この どうですか今その南西諸島のことについて。いや、そう、昨日から宮古入りしている坂手さん。昨日も話したんですけど、僕は、うちが向くごときで女房が豊見城の出身なので、四半世紀以上沖縄には通ってるんですけども、本島ばっかりで本当にこちらの方に来たのはほとんど初めてですね。で、そうなんですね。今年はやはり本当に宮古や石垣や与那国の話を書くべきじゃないかなというふうに、石原さんともお話をして、そうした彼女が取材に行ってくれて、そういうことから始まっております。僕の方もその高江についてはこの7年間本当にいろんな人が行ってくれて支える体制ができたにもかかわらず今ひどいことになっていて非常に辛いんですけれども、そういう意味ではでも境は実は米軍の練習場ですね。練習場であってその生活を守るということがメインになっています。でもちろんそのことも戦争につながっているわけですけれども、実際にこちらでは本当にミサイルでありレーザーでありというふうに具体的な他の国と戦うものが配備されるということの問題になっているわけですので、その厳しさみたいなことをもっと日本中が知るべきでしょうし、標的の村の三上監督がいろんなことを僕らに教えてくださったりしていた流れの中で、やはりその非戦の方でも、そちらの方のことを、取り上げなければいけないなというふうには、やっとこう思い出始めていたところで、これから勉強していくということでもあるんですけれども、そうですね、僕も初めて知ることだらけで、いろんな人にもっと知ってもらえるように僕も頑張りたいと思います。何かありますか？同じ流れで
私もあの今回初めて宮古に来ました。でまだ本当にこれから知っていかなきゃっていうのがありつつも、あの劇中にその出てきた由香子さんのセリフで、あの配備を止められるっていう自信はあります。で隣の畑が隣のおじいちゃんが頑張ってるね今日もってニラをもらうっていう、もうあのセリフが大好きで、それはその何て言うんだろう、その人が信じてる確信に触れた感覚がとてもあって、それはあの高江に行った時と同じ感覚があって、もちろん高江もすごいあの今ひどい状況だけど、でもやっぱり諦めたくないって人たちもたくさんいるし、それをあのもちろん現地に通うことも大事なんですけど、本土でできるやれること、いろんな人に知ってもらうことはどういうふうな手法がいいかっていう、そういうあのことを、せっかく演劇だから、演劇はね一回やると頑張れば何百人に見てもらえるし、うん、一人一人に話すのも大切だけど、こういうやり方もあるから、そういうところをこう考えていきたいなと思っています。与那国も行きたいです。そうですね、はい、園田さん、あのこの、まあリーディングをしてから、まあ、1ヶ月経ってるんですけど、その後何か状況というか、宮古の今の状況とか、少しこう変わった部分というか、進んだ部分とか、あの何かありますか？進んだ部分というか、あのまあ大福の予定地だったあの水源地に自衛隊基地を作る、指揮所も作る、地下にも作るっていう話が、やっぱりあの住民のこのたくさんいろんな方が反対の声を上げて、またあのその地下水審議会の学術部会の方の先生方も、あのやはりここに作ることはおかしいよと、あの活断層とかもあるんですね。で間違いなくこの学術部会の報告書の中で、間違いなく有事の際に標的にされることは、本当にその後 の私たちはこの地下水は飲み水ですから、5万人の命を支える飲み水を失う可能性があるからには、ここに作ることは認められないというような文章があの学術部会の報告書で上がってるんです。でその報告書を困ったことに市長が読んで書き換えろという話をして、そうあの懸念があるというふうに書きなさいというふうに書き換えるということがあって、それがあのもうそのこと自体がものすごく越権行為の問題なんですけど、あのそういうことがありながらも、それがあの報道の方が頑張って明るみに出て、こんなことはおかしいと、でまた次の反対の声が上がる、不安の声が上がる中で、この水源地での基地配備が撤回になったんです。で今あの千代田という千代田カントリー、今日皆さん見に行かれていると思うんですけど、千代田カントリーというあの本当に小さな集落の中にポイントあるゴルフ場に今その感謝だとかいろんなものを持ってくる、でミサイルを搭載するための車も配備するけど弾は入れませんよっていう、ちょっと変わった説明を防衛局ありえない説明なんですけど、そういうことを今あの先日ですね、千代田の方では説明会があって、住民の方から本当にこんなことがあり得るのかと、でオスプレイも来ないんですかって、あのミサイル本当に置かないんですか、弾薬置かないんですかって、で防衛局の皆さんは今のところ計画がありませんとしか答えない。これは高江と一緒ですよね。高江もずっとオスプレイは配備しませんと言ってましたけど、結局運用されたら終わりじゃないですか。だから宮古島では配備計画よりも運用計画出せって言わなきゃいけないかなと思ってますね。でもうこの予定地だった大福にも、この千代田カントリーについても、今市長されている下地市長が防衛局の方に、ぜひここを使うのであれば自衛隊の受け入れをしますと誘致をしたということが、もう昨日おととい、ようやくずっと嘘をつき続けた市長がようやく私は嘘をつきましたと、あの防衛局にあのぜひここを買い取るようにという話をし、あのそういう会話、ただ公務じゃないと言ってるんですけど、市長室で会話されてるんですけど、そうとりあえず認めました。でここからやはり住民を本当に置き去りにした配備計画を
このまま進めていいものかどうか、これから本当に宮古では戦いが始まるかなというふうに思いますし、でやっぱり皆さんもこの今回 の, あの劇を見て、ただ宮古だけの問題じゃないということがすごく伝わったと思うんですよ。本当にあの世界とつながってます。日本とつながって、琉球湖の島々とつながって、ここがあの戦争のための準備をする場所になるのか、しかも宮古島は初動部隊が置かれますとはっきりと言われてます。初動部隊が動くときはここが前線になるときです。ここが戦場になるときです。でその戦場を作り出さないために、本当にこのアジアの平和を守るために、一つ一つの基地を作ることを許さない活動をすること、私たちが本当に島の未来のために、本当にここを基地を作り出せない平和を作り出すんだという思いと同じくらい、ここ宮古のミサイル配備を止められたら、そこだけで要するに防衛省が予定しているパズルのピースを一つ抜くだけで、ここが前線になることは止められるわけですよ。そのことの力は大きいと思っていて、たった一点でも作らせないこと、うん、これをやはり掲げていかないといけないなというふうに思います。はい、テツさん、なんかこう、なんだろう、与那国の方から見て、あるいは経験を持って、その今、宮古についてと何かありますか？そうですね、そうですね、伝えたいことはいろいろあるんですけども、僕自身の経験を話すと、この自衛隊基地の問題が起こってから、2007年以降ですかね、ちょっと浮上してきたの2008年とかですけども、その中で僕はあまりその政治運動っていうのに関わってない人間だったんですけど、気がついたらね、誰もやる人がいないっていうのに気がついたのが一番なんですよ。誰かに任せてたらなんとかなると思ってたんだけど、見渡したらどうもいないようだと。その与那国に自衛隊が配備されるって言ってみんな反応が薄いんですよ。で僕は大変なことだと思ったから、そのチラシを巻いたり、署名集めに奔走したり、そうしてたら若干ちょっと浮いてたみたいで村八分になったんですけども、何でしたっけ質問、その質問内容が忘れちゃった。宮古のことについてですか？そういう中で、これはこの小さい島の中のその人的リソースだけを集約してもどうにもならないと思って、じゃあ他の同じ問題を抱えているところはどういうことをしてるんだろうっていうので、いろんなとこ見てきたんですよ。世界中 の, そのピースメーカーが集まると言われているその韓国の最終島、そこは、かなりもう世界中からいろんな人が集まるようになってて、今ではもう基地がほぼ 99% 完成してしまってるんですけども、そこを見てきてもう4回5回通ったんですね。現地で買いに行くとね、すごい優しくしてくれるんですよ。お前は偉いと、5回も飛行機乗り換えてきたと、一番遠いところから来てやってたっていうので、ちょっと向こうでこう有名になって、それから、そこでやってたのは、反対運動ではなかったんですね。反対なんだけども、そこはちょっとアートっていう言い方するとなんかちょっと雑なんだけども、そこはだから非暴力っていうものを徹底的に貫き通してて、それがね逆に美しかったんですよ、僕にとっては。それがあの結果、その結果どうであろうと僕は思ってるのが、人類史上そのいろんな戦いがあったけど、暴力を暴力で覆すような戦いっていうのはさらなるその暴力をこう生む国家だったり、そういうふうに変質していったのを見て、ガンジーのね運動だったり、キングの公民権運動だったり、やっぱ非暴力を貫き通したものはある程度その時代の時間かかるけども一定のものを得られるんだなっていうのは、僕は中にだからそこにねちょっと希望というかを見出したという感じですね。その中でだから
ここにいる皆さんもその石垣都の皆さんもぜひね、いろんなところに足を運んでいってほしいんですよ。でそこでこういろんな人と会って話をして、まあこういう演劇人の方とかね、ゲストが来た時にこうバーッと人が集まる、こういうまさにねこういうの触媒だと思うんですよ。でこういう方が来た時はその現地でぜひ集まりを持って、その自分たちの考えが少しこうなんかリフレッシュされるというか、すごいこう狭い視点にこうなってたのが広くなるっていうのかな、まあ、そういうこともありますので、ぜひね今回もこう石垣から来た方がいるかどうか分かんないんですけど、ここにね 3,4 人いなきゃおかしいんですよ。これだけ近いのに同じ問題抱えてるのに、まあ、だからそれを逆に宮古の人も石垣に行くような、まあ、そういう流れを作って、まあ、最後に僕はその最終的に掲げているものが、もう東アジアのこの海の平和地帯っていうのを作りたいんですよ。もう与那国ぐらいでひどい状況になったらもう生半可なアイデアではダメなんですね。もうこの南西諸島東港っていうのもあるけども、もうこれはもう韓国、台湾、ハワイ、もうそこに非武装地帯を作ろうと、世界と連携しようっていう動きを僕はねもう一応持ってるんですよ。それが実現するか分かんないんですけど、まあ、実現した時にはこのピースリーディングの主役になってるかもしれないということで、はい、以上です。そうですね、2人のお話伺ってどうですか。僕もそうですね、アジアというかその海のつながりってすごく大事なことだと思っていて、まあ、僕は実は多分アジアで一番演劇をやってる演劇人の一人ですね。今年はベトナムと合作をやりましたし、まあ、フィリピンとタイと今合作の準備をしてますし、インドネシアとも合作をやりました。でシドニーの演劇大学の卒業公演の演出もしましたし、韓国の国立劇場でも演出してます。でアジアの国々みんな出会っていって思うことは非常にシンプルで、やっぱりみんなちゃんと教育があるってこと、演劇をちゃんと教える場があるんですね。日本という国は変な国で、演劇やってるやつは左翼が多いと思われてる。井上さんとか共産党だしとか、僕なんかも中華化とよく間違えられるんですけど、中華化の裁判僕2本ぐらい芝居にしてます。藤井貴博裁判と渋谷事件と、で冤罪ですからそのこと裁判にして、あと反戦自衛官という芝居も作ってますから、まあ、目の形にされていますけれども、まあ、それはさておき、アジアのつながりの中でその教育っていうのが演劇のことと同時に戦争のことを確実に伝えているわけですね。ですからその戦争の話ができるわけです、いろんな国々にと。でこれ大変残念なことですけど、世界の国々の人々がつながるためには経済の問題非常に大きいです。あと宗教の問題、そしてやっぱり戦争ですね。そこでぶつかること、ぶつかりながらつながるというか接触して何かが起きるのはそういうところばかりなんですね。でも戦争のことっていうのを日本はほとんど教育してないわけですね。でオーストラリアと日本が戦争状態にあったことを今の若い人たち知らないですから、で僕はその河原の繁盛会議っていう芝居を4年前に作って、それはその44年の8月にその河原収容所から日本人たちが、まあ、何百人と脱走して、まあ、400人から殺されたんですけど、なぜ日本人は死ぬと分かってて脱走したのかってことがオーストラリアの人たちにとっては分からなくて、教科書にいっぱい載っていて、戦争というのはこういう狂気を生み出すものだということが教育されているわけ。でもこれ狂気じゃなくて、日本人たちは先人君に書いてあるんですよ、生きてる衆の恥ずかしみを打ちると。つまり捕虜になるってことは恥であって、絶対に日本に帰れないと。で戦死してることにしたくてみんな偽名で生きてると、そういう人たちがほとんどです。で本当にこの彼らのお墓も日本という国は全然やってなく、フォローしなくて、現地のカーラの人たちが見るにも行かないでお墓を作ってくれてるんですね。これ実際シンガポールもそうです。日本兵の墓たちを現地の人たちが作ってくれて、日本政府がどうするんって言われてやっと日本が出て行ってたりします。そういう意味では日本というのは戦争で死んだ人たちを全く大事にしない恥だと思っています。戦後処理を本当にやってないですね。永瀬隆さんという僕の東京の岡山の人なんですけど、まあ、彼はそのミャンマーの方、タイのビルマの対面鉄道の時の死んだ人たち、で日本兵だけやなくて連合軍の兵隊や捕虜の人たち、あと一番大勢死んだのは労務者として雇われたその現地の人たちが7割なんです。でそういうことに対する戦後補償のために生きてた人たちがいるんだけど、そういう人を全く日本という国は評価してないわけですね。なかったことにしたいんです。水に流したいんですよ、日本という国。
ですからアジアの国々とつながるってことは、日本の人たちが一つの戦争体験とか、その私たちがその常識として知るべきことをちゃんと知るというきっかけになると思います。ですから我々が非常に不安になるんですね。不安になるんだけど、不安になっているのは自分の中を見ているからです。日本は学ぶべき過去を、嫌な過去も含めていっぱい持ってます。そしていろんな出会いをこれから持てるはずなんですね。その出会いの中で新しい常識が生まれてくると。ただ今貧困という 大問題がこの国に起きていて、いろんなことを吸収して知るべき、広げるべき若い人たちにそういうチャンスがないんです。子供を育てることのしんどさも含めて、勉強に行くことのしんどさも含めて、そういうあの環境の悪さっていうものが本当にそのもうものすごいダメージを僕たちの中に与えていて、あの昔だったら簡単に伝わった言葉を伝えるのに10倍ぐらいの力がいるような気がするように、かなり絶望感の中にあります。だけどここはやはりあの助け合っていくしかないし、信じていくしかないし、不安になったら不安を取り除く努力はすべきなんです。で、戦争って何で起きるかというと不安だからですね。理解できないからです。あと実際苦しいからですね。貧困であり、でその解決するっていうことに向かわないで戦争に行くものに身を委ねちゃうからなんですね。でそれはもうあの過去の戦争の中にもいっぱい例があると思います。で、あの若干見当違いかもしれないけれども、僕はその徳之島っていう島も行ったことがなかったんですけど、まあ、これは僕演劇と関係ない取材もよくあの仕事でもらうので徳之島に行きました。でそれは要するに普天間基地 の、まあ、大外地で、あの誘致推進派が普天間に、あ、普天間で徳之島にいるということ で、その取材をしろと言われて行きまして、取材してまいりました。で NHK のクローズアップ現代という番組では、推進派と反対派がほぼ半数いるような描き方をされてました。これはもう日本という国は本当に困っちゃうのは、そのテレビが間違ってるんですね。で徳之島町の町長は明らかに推進派です。だけどそれは推進派って言いません。で観光商会 の、その親分も推進派です。明らかに推進派です。地主も推進派です。もう絶対推進派って言いません。で言うと今まだ不利だからですね。でその中であの私は推進派ですって言って抜ける人がたった一人いました。その人はその徳之島町の商店街の商店会長で、スポーツジムをやってるあのおじさんです。で彼はもともと英語の先生も学校でやりながら、あの非常勤でやりながらそのスポーツジムをやっていて、で本当に彼はあの坂手さん、つまりこの島は人口がもともと戦後は5万人だったのが今2万5000人なんです。どう考えても1万8000人以下になると過疎になって成り立たなくなるんです。でそのことのためにはあのちゃんと交付金をもっと増やしてもらう、沖縄並みに増やしてもらうために、奄美ももらってますけどもっと増やしてもらうために、やはりその米軍を呼んでもいいんじゃないかっていうことを言い始めて、その人はもうただ善意なんですよ。だけど別の方法で島チャリからなんとかあの暮らしていけるようにすればいいだけですよね。でそのことに対して不安になった時にやっぱり意地になっちゃうんですよ。でこの人はその全く善意でそうします。で今日 の、あの三振弾いてたヒロさんっていうのは徳之島出身です。で僕がその取材行ってる時に向こうのライブハウスで友達になった人で、こうなんだかこういうふうに引っ張り込んでしまってるんですけど、まあ、彼もあの先生は本当にいい先生だったという、その先生が善意でそうしてる。でもいろんなことが分かってくるわけです。で徳之島っていう島はあの一周77キロで、その一人当たりの、やっぱり収入っていうのが大体今190万と言われているわけですね。でところがその伊仙町の町長に会うと、いや坂井さん本当は230あります、まあ、闇で農業をやってます。それとその贈与が多いんですね。つまり親戚でそのあのいとことかおじさんおばさんあたりに行くと必ず農業をやってる。だからその野菜とかそういう穀物関係が大体贈与のもので半分ぐらい賄えていて、つまり商店街の人たちはそれがなくて孤立してる人が多い。だからそのつながりを信じられない人たちだからあんなこと言うんですよみたいなことがあって、で僕はかなりあの通ってその推進派のたった一人でもこれは勇気があると思うんですよ。善意で言ってるわけですから。でその人にあのやっぱり反対派の人に合わせたり、でとにかくいろんなことの中 で、でも彼は実はアメリカで何年か暮らしたことがあって、アメリカの話もいっぱいしました。でやっぱりでも本当に貧しいってことを乗り越える方法他にないんだってずっと半年間言ってて、ある時電話かかってきて、推進派もうやめましたと。で人は変わるんですね。で徳之島は、まあ、下地さん頑張ってもちろんそのあの徳之島に置こうともされたこともあったけれども、あの結局その今まだそれで普天間差し戻しになっちゃった。で普天間の人にとっては不幸なんだけれども、少なくとも徳之島ではあの本当にその基地がない島の良さっていうものをみんな知らなさすぎるんです。でいろんな人たちに聞いてみると、実は沖縄に行ってないんですよ。米軍基地を見に行った人なんかいないんですよ。 でも沖縄栄えてるでしょっていうことばかりです。
だからそういう意味ではその何かしら動き出して何かしらその知ったり僕らが支え合ったりしながらあの勇気を持ってなんか嫌なものは嫌だって言いたりあのいろんな誤解ですね不安ゆえの誤解みたいなものを解いていくことが必要だと思うんですね。だからこちら その今の市長さんだって、まあ、よかれと思ってなさってるのかもしれません。ひょっとしたらね。だけどあの本当はもっとあのひどいことになるかもしれないということを誰か教えてあげないといけないし、とにかく嘘ついちゃいけないということは言わないといけないですね。だってみんな嘘つきじゃないですか。中井町で一番ひどいと僕は思うけれども、つまりそのあの本当に政府も防衛局もあの県もみんな嘘つきじゃないですか。でやっぱりみんな心優しいから嘘を、まあ、しょうがないかと誰かに押されて押し流されたんだろうと思って下手すれば同情もしてんじゃないですかね。そのぐらいになっちゃうんですよ。そういうことの何か連鎖をやっぱりとあの立っていくためには物を言う勇気が必要ですね。ですから次回ちょっと拝見しましたけど、もうドヨーンと魚が死んだような次回で僕は本当にびっくりしまして、あのこれ議会なのって。僕実は先週別なあの取材で別なあの市議会をずっと見てたんですけど、もう全く温度が違うんです。でここの市議会異常です。何とかした方がいいと思います。はい、はい、そろそろ結構時間なんです。なので、こんなあれであれですが、まあ、とりあえず最後に一言ずつあのじゃ あのソナンさんから一言あ難しいですけどまとめいやでもあの本当にこう一つ一つのこう出会いとか一つ一つの取り組みが本当に私たちの視野を広げて世界を広げて人とつなげて、で明らかにそう何かするたびにこうさあ頑張っていこう明日も頑張ろうって勇気をもらってる実感があるんです。でそういう皆さん感じます？感じてます？うん、あのそういうこの今誰かからもらった勇気をまた次の人に渡す作業を一緒にぜひやっていただきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。はい。うん、そうですね。今勇気って話が出たんですけど、まさにそうだと思ってて、まあ、知識とか経験とか。いろいろありますけど、最後に自分自身で獲得できるのはね、やっぱ勇気だけだと思うんですよ。残るのは。だからそれにはあの、まあ、心であったり行動であったり、まあ、経験であったり、まあ、いろいろ複合的な最終的なものがそれが勇気で、まあ、それがね真にこうまっすぐどこかこう中庸でもこう向かってるのか常にこう自分自身にこう問いかけながら、まあ生きていくことかなと思いますね、うん、だから、まあ、僕はちょっと凡庸ですけど勇気を持って生きるってことがなんかすごいいいことだなって今思ってます。ありがとうございます。なんかリレートークみたいになりますけど勇気に関して言えば、私はあの今年東京から岐阜に引っ越しをして、あの岐阜での生活を選んだのは一つの勇気かなと思って、なぜかっていうとその東京にいるとなんか自分が常に追いやられている、あの追い詰められている、なんか焦る、あの気がつかないうちにその効率的便利、なんかそういうのになんか自分が全部そのあの追いやられるような気がしてきてしまって、この数年それは何でかなって考えた時に、高江だったり沖縄だったり他にもそのお芝居で全国を回った時に出会った人たち、時間とその家族など、本当に人間らしく自分の生きたい生活スタイルで生きている人たちに会う中で、だから運動から入るんじゃなくて、そこで生きている人の生き様に共感をして、こういう非戦だったり、あとはいろんなその社会で起きている問題だったりに目を向けるようになったので、だからそういう選択をしてあの岐阜に行って自分の生活から見直そうって思ったのはある意味一つの勇気かなと。だからこれから全然そのなんていうんだ、自分の枠を閉じ込めることなく、あの田舎だから何もできないことなんて全くなくって、特にこういう時代だからこそ自分の目でしっかりと言葉を自分で発して、あの伝えていけたらいいなって
思っています。本当に今日はありがとうございました。じゃあ塚地さん手短にお願いします。まあ今あの勇気ね大事だと思うんですけど、 でもね勇気は本当に前向きでいいことなんだけど、同時に人間の抱えてる感情の中にはやっぱダークな部分があって、その中でねやっぱりその妬みとかねやっぱり恨みなんですよ。で戦争ってやっぱり恨みとかそういうものから始まるし、恨みじゃないのに戦争に入っていくのは不安ですよ、ね、そういうやっぱネガティブな気持ちっていうものが人間の中にありますけれども、でそれをそのなんとかその肯定的なものに変えていくということは勇気なんだけれども、あの実はねやっぱり自分自身と周りを信じていくこと、信じることの中で何かが育っていくと思うんですね。ですからそのさっきの徳之島の人は沖縄の人たちに対する嫉妬があったわけですね。交付金が多いというだけで、でなんか町が栄えて人口が減らない、増えてる、むしろ沖縄は。そのことじゃなくて、でも徳之島ってこんなにいい島ですよ、こんなにいい島だってことだけでもっといろんなことできるんじゃないですかっていうことに本人が思ってくれたということは僕はとても大きいと思うし、で僕らもそのものを作ってる人間同士はライバル意識があったり、いろんな傷ついたり、いろんなことがある中でやっぱりその考え方変えていかなきゃいけないんですね。で僕は沖縄 の、まあ、奥さんが沖縄であるわけですが、沖縄のことはもうあんまり演劇で描きたいと思ってなかった。それはなぜかというと、運動してる人や政治やってる人や文学の人で沖縄の人たちっていっぱいいるわけ、沖縄ものをやってる人もいっぱいいて、僕は手出すことじゃないやと思った。で僕はあんまりそういうのが好きじゃなかったですね。でそれはなぜかというと、そのやっぱ沖縄に行って真っ黒に日焼けして帰ってきて柴田正一さんに会ってきましたみたいに言ってるような人たち、これ大嫌いで、 でも僕の友達が死んだんですね。柴田さんと一番仲良かった人なんですけど、それでそれと仲悪かったところもいっぱいあったんだけど、まあ、それ一緒にその反天皇をやってた人ですね。天皇が死んでその自粛するっていうことに反対して反自粛のイベントをやってた人たちの仲間なんですけど、それで初めて柴田さんに会って、あこれ俺謙虚に柴田さんとあの知り合ったことが大事なことで、そこから何か始まったなと思います。で柴田さんのことを演劇にするっていうことを僕は思った時に、いろんなことがスーッと開いていったような気がして、ちょっとずつちょっとずつそういうタブを開いていくし、それは僕のその義理の父親っていうのが戦争終わった時に親戚4人しかいなかったと、そこから始めて、でもその人はもう本当にそのあのいろんな人にいろんなこと言われる人なんだけども、やっぱりその自分が今触れるもの、生きていることの中で信じているものは信じているということの何かリアリティがすごくあって、まあ、そういうことの何かがいろいろ結びついていったんですね。ですからその出会っていくこととか、ひょっとしたらそのダークな部分を持ってしまう自分とももっぺん手上げ直して、もちろん変えられると信じていかないといけないし、諦めないということが非常に大事じゃないかなというふうに僕が、まあ、皆さんに言うことになって、僕は改めて思うことです。はい、そうですね、私も同じような、もともと東京まで東京育ちで、あの 3.11 の後大阪に、あの連れ合いがもともと大阪にいたので、あの結婚して大阪に行ったんですけど、あの大阪に行ってみたら、大阪ってあのいろんな差別問題があって、なんですけど、なんていうのかな、差別はあるんですよ。差別はすごくあるんだけど、それと戦う力も割と強いので拮抗してて、で、差別があるということが健全にちゃんと目に見えるっていうか、なんかそういう感じがすごいして、なんか自分がいた東京っていうのはもう差別がないと思って、なんていうかそこにはあの見えない、もうあのブラック差別も在日朝鮮人差別ももうない、みんな自分は差別はしてないと思ってる人がほとんどで、だけど差別あるよねっていうことがなんかすごく可視化されてる都市だので、あのあでも同じようなことってやっぱり東京にもあるよねっていうのをすごく大阪にと思ったんですよ。でそれは私にとってもすごく大きな過程があって、うん、やっぱりその まずなんていうか、もう差別心のない人なんていないじゃないですか。みんなあるでしょ。でみんな、私も差別心あるし、差別してるっていうその事実をまず認めることから始めないといけないなっていうことをあの今お話を伺ってて思ったりしました。はい、こんなことでまとめになってるかわからないですけど、何か言い残したことある方いらっしゃいですか。大丈夫ですか。大丈夫です。無理だと喋れないです。じゃあこれで終わりたいと思います。今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あのこれからのビッグジャムさんの皆さんをぜひ支えてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
原さん、坂手さん、大月さん、猪俣さん、本当に大変ありがとうございました。今一度皆さん大きな拍手をお願いいたします。それでは最後ですね、閉会にあたりまして、津軽鹿島のこの平和な未来を作る会共同代表の曽南由香子よりお礼の挨拶を申し上げます。本日は本当に言ったら本当に企画してこれを宮古でやりたいねと言い始めて、うちの砂川陽子と今日会場には来てないんですけど、石峰香織の方がもう本当に精力的にスケジュール組んで準備をして今日の日を迎えました。本当に目まぐるしく状況が変わっている中ですけど、その中で本当に私自身はものすごい本当にひしひしと希望を感じています。ここからここでこそ、ここだからこそ本当に平和を作り出す取り組みができる、声を上げられる、もっとみんなで本当につながってその声を力強く力強くしていくことで100年先200年先もうその先の未来まで本当にただ平和なだけじゃなくて本当にみんなが安心してみんなが心豊かに暮らせる、そういう世界を作り出していけるというふうに私自身は確信をしています。で、10月2日あともう数日ですけど、ノバルの方でも防衛局の説明会があります。で、本当にただ反対ではなくて平和を作る、私たちは平和を作る運動をしてるんだって、そういう取り組みをしていくんだって、そういう声を本当にみんなで一緒に上げていけたら本当に素晴らしい宮古島がこの先出来上がるんじゃないかなって思ってます。美しい島、心豊かな島を一緒に作りましょう。本当に今日はありがとうございました。すいません、大事なことを忘れてました。はい、今日はこちらのパニパニシネマの本当に下地秋の館長自らすごく覚えてくださって、この実情を提供していただいたこと、本当に僕は映画館、いろんな街で映画館見るの大好きで、本当にありがとうございました。ありがとうございます。どうも、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。こちらからもう一つね、お礼を言わなくちゃいけないことがあるんで、実は石原姉さん、坂出さんも大月さんも自費で来ていただいてるんですね。ちなみに一銭もお金を出しておりません。看板箱が受付で設けておりますので、ぜひ少しでも交通費の足しですとか宿泊費に足ししたいと思っております。ぜひですね、最後お帰りには看板の方をよろしくお願いいたします。また T シャツ、台本の方も手に取っていただけたらと思います。本当に皆さん今日は最後までありがとうございました。すごく喋るから。